ありがたいとか嬉しいですね。そうですね、今回のようにこの大学生のエキシビションを見て憧れを持って高校大学とダンスを続けているそうなんですね。まさに大会を機にダンスの輪が広がっているということです。さすが6年やってきた甲斐があったというようなそんな話もありますけども、はい、理想の形です。さあそれではご覧いただきましょう。タイトル幸福な果実、桃の花言葉、気立ての良い女性。それは私たちの目指す女性像、私たちの優しい気持ちが皆さんの心にも届きますように。